スキル社の電動ジグソー・ジグソーとは工具であり電動のこぎりの一種である。過去には現在の分類で糸の小判と呼ばれているものもジグソーと呼んでいたが現在ではジグソーといえば往復運動型持ちブレード方式の電動切断工具を示す。同様の機能を持ったものとしてはレシプロ層が挙げられる。幅の細い刃により 切り進みながら自由に方向を変えることが可能であり、曲線切りや直切りなど、通常のノコギリより細かい加工も可能である。葉の切れ味が悪くなった場合には、目立て跡儀は行わず、ノコギリ人そのものを交換する。電動ジグソーは、1946年スイスのアルベルト・カウフマンによって発明された。発明当時は、 ミシンにブレードを取り付けた構造で設計されたものをレストジグゾーの商品名で販売している。1954年にカウフマンの会社はボッシュに買収され、1966年にボッシュは陽動機構を追加している。ジグソーはブレードと呼ばれる細いノコギリジンを上下に往復運動させて切断を行う電動工具である。切断は 曲線切りを得意とし直線切りも切り抜きも可能である。専用のノコギリ人に変えることにより、木材、金属、樹脂等の切断ができる。より細かい細工を必要とする場合は、糸の小判が良い。ジグソーは工具を手で持って移動させるのに対し、糸の小判は材料を手で移動させて、切断を行うことが大きく異なる点である。糸の小判も、速度制御や、 各種の糸の個人に交換することによって、ジグソー同様材料を切断することができる。建築現場では、機械が小型であり、材料が固定で機械を移動させる、ジグソーの方が使い勝手が良く、多用されている。ジグソーブレードの往復速度は、レシプロソー同様に、ストローク数を約0から3000ミニッツマイナス1としているものが多く、 電子制御フィードバック機能付きスピードコントローラにより、切断速度を非切断材に適切なストローク数に設定ができる機能、トリガースイッチの引き具合で速度を調整できる機能もある。ブレードを切断方向に対して前後にしゃくり上げるオービタル機構付けの機種もある。交流電源式が主流であるが、近年充電式の直流電源式も新機種が次々と発売されている。 切断作業を容易にするオプションも多く揃っている。ジグソーは必ずブレードを作動させてから材料に当てること。材料にブレードを当ててスイッチを入れると材料が跳ね上がることがある。切り始めの切断速度はゆっくりとし、ジグソーのベースで材料をしっかりと押し付けながら前進させる。押し付け力が少ないと材料が跳ね上がりきれいに切断できないことになる。 曲線部分の切断の場合は、オービタル機構はオフにしておく。また、ブレードは型持ちであるので、作動中取り付け部から先端までブレードが曲がらないようにゆっくりと切り進まないと切断面が垂直にならない状態となる。特に厚い材料を切断する場合や曲線が小さい時は注意を要する。角切りでは切り進む方向を変える位置に、水やドリルであらかじめ、 休み穴を開けておくと、ノコギリジンの切損を抑えることができる。初心者でも比較的簡単に扱えるが、手荒く扱うと、刃が折れるため注意が必要である。ジグソーの切り抜きでは、先にガイド穴を開けて切り始めるのが通常であるが、プランジカットという直接ブレードで切り込む方法もある。ジグソーのベース先端を材料にしっかり当て、 そこを視点として作動しているブレードを徐々に材料に当てジグソーを傾けて食い込ませる。ブレードが材料を貫通後、ベースを材料に密着させて切り進める方法である。ジグソーのベースを傾斜させることによって材料を任意の角度に傾斜させて切ることができる。傾斜切りはジグソーを材料に押し付けにくいので平行ガイドを併用することを勧める。樹脂材の切断時には 摩擦によるブレードの発熱に注意すること。摩擦熱でブレードと溶けた材料がくっついてしまうことがある。時々作業を中止してエアーや濡れた布でブレードを冷却すること。金属の切断はオービタル機能はオフとしてゆっくりと切り進む。ブレードの摩擦熱を少なくするために長時間の連続作業はなるべく避け、時々切削油を流すと良い。 切削油には冷却と潤滑を良くする効果がある。各種オプションフェストゥール社の電動ジグソー用、ブレードブレードは、切断材や目的に合わせて選択する。材質や山数、ハーツ、歯幅等の異なる会話が各種揃っている。切断対象材用として、アルミニウムプラスチック用、金属用、ステンレス工用、木材用、木材用、木材,木材引き回し切り用、 木材毛羽立ち防止用、木材荒切り用、木材、合板高速切断用、タイル用、FRP 用、ゴム用、比較用などがある。ブレードの取付部形状は、スタンダード型と T 型の2タイプがあり機種によって使えるブレードが決まる。ブレードの軸への固定方法は、ワンタッチ式と六角レンチ式がある。ワンタッチ式は、レバー操作によりブレードの固定と解除ができる。 六角レンチ式は六角穴付きボルトでブレードを往復軸に脱着する。ブレードは配速をローラーで保持されるのでローラーの溝に入るように取り付ける。切断を早くしたいときにはオービタル調整スイッチでしゃくり上げの量を調整する。ジグソーでの切断は丸の子に比べて遅い。これを改善するために ブレードの動きを上下の往復運動に加え前後の動きをさせて、ブレードが楕円軌道を描くようにすると、材料をしゃくり上げることによって切断が早くできるようになる。この機能をオービタル機構という。切断速度が早く切断面も荒くなるので、通常直線切りの場合に使用し、ゆっくりと行う曲線切りの場合は、オービタルスイッチをオフにする。マきた。 後期ホールディングス強セラインダストリアルツールズボッシュブラックデッカースキルボッシュメディアサービスジグソー誕生の歴史アスコートゥールトックジグソーの歴史ボッシュプレスフォーラムジグソーブレードありがとうございます